話題が始まりました。もちちゃんでさあ、今回は、はい、やってまいりました。はい、アイドル失格の神立超華です。よろしくお願いします。はい、で、前回登場していただきまして、反響もいろいろとあり。嬉しかったです。言われました？誰か。いや、メンバーぐらいにしか。メンバーぐらい。あとは大学のゲームサークルの後輩とかに。ゲームサークルの後輩。日本にいる人とも繋がれるディスココミュニティみたいなのに入ってて。そうなんですね。ディスコードのことをディスコって言うんですね。え、言わないですか？知らない。ディスコは踊るところだと思ってました。ディスコードっていうアプリ知ってます？知ってます。あれですね。え、あれディスコって言わないのかな？わかんないですけど。あ、そういう変な略し方しちゃうんですよね。ヨネズ検証、ヨネケンって。ヨネケンし、なんかかっこ悪。言わないですか？超華さんなんですが、前回はですね、はい、キオロユニバーシティの問題を解いてもらったんですが、はい、今回キオロがあったら東京ですね。ああ、出た。はい、東大の問題に挑戦してもらおうと思います。はい、和訳問題をやってもらえますか？和訳ですね。はい、一応日本語もできるので。できますか？はい、それで戦ってもらおうと思います。まあ、京都大学よりは英文自体は優しいので。そうなんですか？はい、東大はどう日本語に直すのかが難しいっていう感じの問題なんですね。うわー、確かに。じゃあまた読んでもらって。 My mother had raised me vegetarian, and though I harbor no real desire to eat meat, sometimes in summer, I would take a large piece of watermelon to a remote corner of our yard and pretend it was a fresh dead animal. On all fours, I would bury my face in the sweet red fruit meat and bite into it. Sometimes I'd rip handfuls out and stuff them in my mouth.Which wasn't much like the way any animal I knew of ate. I was less playing a particular kind of animal than enacting a form of wildness that I recognized in myself. さあ、河川部を訳してみてください。これがすごい短いですね。東大の形式なんです。あ、うん。そもそもこれ私でいいのかな。僕。あ、そういうこと。書いてないですよね。あ、それは大丈夫です。やっぱこれでも綺麗に書こうって思っちゃダメですよね。本っぽく書くっていうことを考えなくていいっていうのを結構捨てなきゃって。あ、そう。結構忠実に再現したくなってしまうんですよ。 Be true to。こうかな。はい、言いました。大事なのは、 My mother had raised me vegetarian。 ベジタリアンとして育てたわけですね。いますね。おー、でもこれも面白い形ですね。 Raise 人 vegetarian って言えるわけですね。はい、Raise me vegetarian、 別に習わないやつです。で、 I harbored、 harbored、 難しい表現ですね。自分の中にこう止まっているみたいな感覚かな。 harbor っていうのは港っていう意味もあるじゃないですか。そうそうそう、ね、real desire、 これ持ってないってことですね。はい、 They would take a large piece of watermelon to remote corner of our yard。 なるほど、ウォーターメロンですか。スイカですね。スイカですね。 Pretend it was a fresh dead animal、 アニマルかのように。で、 sometimes I'd rip handfuls ですね。そうですね、ここ、まあ、handfuls outなんで、まあ、そのウォーターメロンをどうするのかっていうことですね。こうバッとこのヘンフォースっていうのが絶対に手でやってるってことなんですね。はいはいはい、そうですね。これがまあ、ハンドフォーオブとか言うとね、少量のとかっていう意味もありますが、手に入る、この手の大きさに入るっていうんですね。で、アンスタッフ them in my mouth。 これがスタッフがどうして使えるって知らない人も。ああ、確かに、物っていうね。そうです、そうです。こうガーってこう詰め込んでる感じが、感謝祭の七面鳥の中に物を入れてる、 あれがスタッフです。なるほど。 Thanksgiving、 Thanksgiving、 感謝祭多分わかんないです。あ、わかんないですか。日本ないんでね、 Thanksgiving。 あ、まあないですよね。感謝祭っていうとテレビ番組のオールスター感謝祭っていう番組が多く、ああ、わかんないですね。そっちがわかんないですね。わかんないです。Which wasn't much like the way any animal I knew of ate。 なんで、これ I knew of がアニマルにかかってるわけですね。はい。めんどくさい書き方ですね。はい、そうですね。こっちが先ですね。こっちを先にしました、はい。私の知ってる動物が食べる様子とはあまり似つかない。わしづかみでえぐり出して食べることも時々した。すごい。わしづかみでえぐり出して。漢字、えぐり出すってこんな感じなのかな。え、合ってますか？わかんない。わかりません。じゃあどういう感じですか？動作としては。わしづかみってことはこう手で、はい、でえぐり出したら RIP っていうのが日本語に直訳したと破るとかそういう意味があるんですけど、はい、破るような仕草。ほうほうほう、そうですね。でもそういう動作って日本語では破るって言わないな。そうですね。私 RIP OFF とかね、詐欺だみたいなね、言う時にも RIP OFF ってよく使いますけど、これをなんていうかですよ。わしづかみでえぐり出して、なかなか面白いですね。スイカなんで、うん、こうかな。食べることも時々した。スタッフの部分が出てない。ああ、頬張る。ここには書いてある。口に詰め込むとか
かでもいいそうですね。詰め込むですね、スタッフなんで。私を知っている動物がエニーですね。あとはエニーが入ってない。エニーアニマルのこのエニーをどう訳すか。まあ、トモかな、じゃあ。トモにして。そういうことですね。どの動物が食べる様子ともあまり似つかないだったら大丈夫ですね。で、わしづかみで取り出してっていうのは、こうやってちぎるってことですね。はい、こう。スイカをこうやってでもスイカちぎるって言います？この動作っていうのがやっぱり日本語にすると、うん、これどうですか？スイカをもう割ってこうやって取ってる感じですか？のイメージですね。あのと乗ってこうやってやってる感じです。ってはいい丸いのをこうガッとやってるわけじゃないですね。あそれはできないですね。多分子供だったら多分半分に切ったのをこうやってるのかな、はいはいはい、そういうイメージってことですね。っていう感じで皆さんぜひどんな役になるか皆さんも書いてみてください。役抜けしてしまうとダメなんで。役抜けじゃでは、2段落目いきましょう。はい。はい、I watched Wild America, a PBS show on which conservationist Marty Stoffer revealed the wildness of the animal world. Alone in the woods behind our house, I had beaten my chest, acted out my own invented stories without a thought of, to how another's gaze might see me. I sympathized with the restless business of squirrels and wild obsessions of our golden retriever. I was embarrassed by forks and knives.Why they should exist when we had such perfect instruments at the ends of our arms. なるほど。まあ PBS ね。アメリカ人だったら誰でも知ってる。はい。何の略かは覚えてないです。はい、Public Broadcasting Service っていうことです。ああ。まあラジオとか聞きやすいですけどね。そうですね。まあ、ラジオのイメージがあるかもね、そちらかというと。Alone だから一人っていうのが一の人の方じゃなくて、うん、孤独の毒の方がいいのかな。別にそこはあんまりこだわらなくても大丈夫ですよ。Invented っていうのが直訳だと多分発明なんだけど、でも想像したの方が合ってるんじゃないかな。物語発明するって言います？っていう。これ何年代の話なんだろう。確かに、いつの話なんでしょう。この言い回しの感じ、何世代か前なんだなっていう、こういう書き方、最近の本では見ない。おー、なるほど。ライ麦畑で捕まえて、はいはい、ああいう感じの世代なのかな、はい、昔をイメージしてるのかもしれないですね。本自体はめっちゃ最近。Wild America っていうタイトル。私が PBS よく見てるタイプの人だったら、マリー・ストーファーっていう人聞いただけで分かるのかもしれないけど。なるほど。私はテレビを見ない子供だったので、スポンジボブとか見たことないんですよ。へー。結局なんか、英語と日本語って全部反対にすれば、なんとかなるのではないか。ご自分。この人一人っ子なんでしょうね。お、なるほど。だって、兄弟いたら笑われるくないですか。うん。こんな感じかな。役抜けはないですか、今回は。いやー、わかんない。はい。Wild America っていうのを見たわけですね。で、コンサーベーショニストって。環境を大事にする人だから。はあ、そうそうそう。なんだろう。環境保全主義者。ああ。ね、その人が何かしらドキュメンタリー的なやつですね。そうですね、多分。で、Alone in the woods behind our house, I had beaten my chest. Behind our house のところで一回切れるわけですよね。はい。で、I had beaten my chest, acted out my own invented stories, whether I thought to how another's gaze, これすごいな。How another's gaze might see me, とか。それは、あんま使わないな。名詞構文ですね。そうです。他人の目に私がどう映るか考えもせず。そうですね。そうです。家の裏の林で一人。林か。え、Woods って林じゃないですか。Woods で森、フォレストが森じゃないですか。森って訳されることが多いですね、ウッズは、はい。フォレストとウッズが森と林の違いかなって思ってた。そう思ってたんですね。ウッズの方がなんかもうちょい。ちっちゃい？ちっちゃいイメージが若干あるっていうか。なるほど。まあ、両方まあ森と訳されることが多いですね。で、一人、胸を叩いたり、そうですね、胸を叩く、こう、ゴリラみたいな感じ、ね。で、自分が想像した物語を演じたりした、あ、アクターアウトです。そうですね、想像したか。インベント。インベント、発明した物語は言わないですよ、ね。発明は物語を想像するではない。想像するじゃない。作り出す。まあ、ちなみに想像、あ、そうそうそう、作り出すね。想像するの場合の多分想像は漢字が違うですね。こっちイマジンですけど、クリエイトする方。そうですね、どちらかといえば。物語なんで、
作り出したとか創作したっていうのが普通ですね。自分が作り出した物語。全部まとめて妄想って言いたくなってしまう。なるほどね。妄想ですけどね。っていう感じです。で、最終段落が。However, often Stoffer imposed human narratives on the animals depicted very often. It was still always clear that survival was the priority that assigned value to everything in the animal world. If the wild marten was overcome by her own feelings, she didn't let it stop her from getting dinner for her babies. I learned in elementary school that we were animals, but unlike other animals, we did not seem driven by the instincts for physical survival. My teachers emphasized the continuity, but we were so far up the food chain that survival was no longer even visible to us.We were beyond survival, in a dark and sky-high realm where our instincts had been twisted into atrocities like capitalism, hair removal. I might not have been able to name this, but I recognized it. おー、深い。深い。深いですね。はい。日本語の字がもっと綺麗になりたいです。どうしたら日本語の字って綺麗になりますか？いや、それはペン習字。なんかあの英語ってアルファベットって26文字しかないじゃないですか。そして26文字綺麗に書けるようになれば書けるようになるんですけ ど、漢字とか入れると日本語数知れない量の文字があるんで、ね、どうしたら全部が綺麗になるのかが本当にわからない。英語はネイティブの字ですからね。アメリカ人の方が丸く太い、日本人が書くと細いんです。何がアルファベット文字でこう書くとき、あこうこんな感じになる。え、人によりません？いやでも多くの人はスペースがないんで、日本人字をいっぱい書かなきゃいけないから、黒板に先生たちすごく細く書く。それが影響して太い字の人が多い。え、これちょっとコツ分かりました。お、コツ。これは細かく切ったら翻訳抜けが減るんじゃないかな。ああ、なるほど。だから全体を見て訳しちゃうと、うん、ちょっとしたディテールがイメージで書くから抜けてる。なるほど。って思うとちょっとずつに分けて。 I got the knack of translation. 使いますか knack は。 knack ってどちらかというとコツっていうよりはもともと持ってる容量の良さみたいなところは。そう、調べてみます。あー、両方出てる。特性っていうのと身につけた技術っていうのも持ってる。へー。どちらかというと最初の方で使う場合が多い。なるほど。ちょい英辞典には、あーでも or can learn って書いてある。両方だ。なるほど。Knack of doing something. A habit of doing something. I got the hang of it. I got the hang of it. Let's go. Survival は普通に日本語でも言いません。おお。サバイバルするみたいな。まあ言いますね。言うけど。でもこれをやったら限定されるのかなっていう。そうですね。あまり。なんか使っちゃいけないのかな。あまりこの場面ではよろしくないかもしれない、ね。ああ。もうできなくはないですけど。これが本。ペソコサバイバル。え、ここのペソコって絶対そのまま使っちゃう。大変なことになる。物理的に生き残るって言わない気が。言っちゃっていいのかな。言えばいいでしょう。ここの難しいところって I learned in elementary school っていうのがどこまでかかってるかっていうのが結構人によって違う気がする。ああ、なるほど。要素の分離と言われる毎年東大が通ってくるポイントです。ここにコンマがあるんで多分こっちだけなのかなって。あとこのシーンっていうのが多分自分が思っていることなのかなっていう。こんな感じですかね。来ました。私たちは動物だと小学校で習ったが、他の動物とは違い、生存競争で生き残るための本能に動かされているようではなかった。はあ、フィジカルサバイバルですね。それはもう分かんなくて、この概念をそのまま訳すことにして、このフィジカルっていう言葉を使うのをやめました。ね、サバイバルはまさに生存です。そうです。合ってますね。では、フィジカルとは一体。物理的にしか出てこなくて。フィジカルは2つ意味があります。動く。こっちのフィジカルですね。身体的。そうですね。身体的なっていうことですね。それを。身体的にって言っていいんですか、これ。身体的な生存ですね。っていうのが、まあ、狙いですね。これ物理と意味が変わってしまうので、日本語では身体的なっていうものと物理的なで。なんで、まあそこが狙われることがあります。だから私、動物なんだよっていうふうに習っている小学校では。でもね、他の動物と違うんだよってね、アンライとか、ただただ体の生存っていう本能に動かされてるんではないんだ。っていうふうに思ったってことですね。ようではなかったか。シームはね、
そういう約束ですか。え、他には。そうではないように思ったみたいな感じですかね。動物だって言われるけど、実際はここに書いてありましたよね。僕が好きですね。この atrocities like capitalism and hair removal っていうところがめっちゃ好きですね。ちょっとユーモア感じ。これどうですか、わかりますか。そもそもね、atrocities がわかんないからね、みんな。なんか残虐なイメージがちょっとありますけど、 そういう役もありますね。よろしくないことです。よろしくないこと、はい、でそこに資本主義社会っていうのと脱毛みたいな、はい、そういうそのユーモアをちょっと入れるっていうのがやっぱり小説だな。でっかいとこからこうなんかちっちゃいとこまでっていう。 Yeah, I'm not happy neighbor to name this but I recognized it、まあ、この状況っていうことですか、はい、これはね。でもそれに名前を付けることはないけどあるってことですね。 Hair removal ってね、まあ確かに人間しか考えないことですよね。そうですね、まあ動物がやってたら、すごいことになっちゃいますね。はい、まあキャピタリズムなんていうのもねないですね。ないですね、はい、動物世界にはという。最後はこんな感じで終わっていたんですが、どうですか、東大受けた方々、分かりました内容、全体的な内容はどういうものでした。多分この子はすごく野生本能に興味がある子なんだなって思って、はい、自分のできる範囲内での動物の真似みたいな、自分が野生に帰ったみたいなのを再現しようとしてるんだなっていうのを感じますね。学校で教わった動物についての話とかに集中してて、自分はでも動物の方が良いような気がしてきたみたいな感じの結論にたどり着くんじゃないかなという感じでございました。ぜひじゃあ聴歌さんに解いてほしい問題がある場合はコメント欄でぜひ書いてください。はい、お願いします。お願いします。ということでございました。SNS も貼ってありますんで。はい、ありがとうございます。そちらも見てください。よいしょ。ありがとうございました。Thank you for watching. Thanks for watching.